デイ3、現在の順位見ていきましょう。デイ2までの順位ですね、こちらです。はい、現在1位はチーム K7 ポイント、2位はチーム46ポイント、3位はチーム B4 ポイント、最下位はチーム A の3ポイントとなっております。チーム K コーチの茂木さん、はい、デイ1は優勝、デイ2は準優勝、はい、結構チーム K 安定してますよね。そうですね、安定していい成績を残しているので、この調子で総合1位は守っていきたいなと思います。強さの秘訣何なんですか？強さの秘訣、気合、根性、勇気ジャンプ絆絆ね、ジャンプかよ、はい。はい、というわけで、ね、皆さんまだまだね、あの1位だと4ポイントなので、今日ね、もし最下位のチーム A が優勝したら7ポイントで1位のチーム K とね、まあほぼ横並び、1点差とかにも、ね、なる可能性あります。全然まだまだ分かりませんので、皆さん頑張っていきましょう。それでは第1試合に参りたいと思います。第1試合はチーム4対チーム A の試合をお届けいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それでは皆さん、試合の準備よろしいでしょうか？はい、それでは始めていきましょう。お願いします。あー怖い、始まる。チーム A 対チーム K 第1ゲームです。参りましょう。波動ファイト。まだね、パラメーターは上がっていない。マキさん、はい、ありがとうございます。さあ、シールドを貼って名前を呼ぶ、ありがとうございますね、お礼をして入ってきました。あ、たまんない。1枚だよ、こちらの1枚だよ、ライフ1枚を KO を獲得しました。あなた1枚だよ。1対1の同点です。ね、ずんちゃんコート超えてる。茂木さんの動きが非常に冷静ですね。さあ、なかなかね、次の1点が決まりません。残り40秒後半戦です。はい、じゃあ行きますよ。エキシビジョンマッチにご参加いただくのは柔軟研究生、入場お願いします。お、さあ、柔軟研究生の佐藤愛理さん、平瀬さん、水もかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、まだちょっと初々しいね、17期はね。そうですね、浅井さん、17期とは絡んだ？17期、はい、そうですね、劇場公演とかの前座で出てくれたりするので、はい、お話ししたりする感じ。はい、運動神経大丈夫？かわいくて、はい、結構俊敏に動けそうな3人が揃ったんじゃないかなって。逆に俊敏に動けなそうな人誰なの？17期ですか？でも17期比較的、あー、まあコッコ？コッコね、コッコかな。ちょっと納得だわ、はい、はい。さあ、さて、撮影タイム、皆さん大丈夫でしょうか？じゃあこちらで終了となります。よろしくお願いします。カメラを下ろしていただければと思います。コーチから具体的なアドバイスが飛んでおります。それでは試合始めていきましょう。お願いします。頭で避けてよ。そう、避けましょう。そう、今日は避ける、丸印でね、狙うんだよ、落ち着いて。はい、頑張る。そう、波動ファイト。いけるしよ。下がってからね、下がってから避けなよ。避けて、避けながら真ん中狙って、真ん中、真ん中狙え。いけるよ。あんまりよ、真ん中、真ん中、真ん中狙え。頭、頭でね、頭で、頭でいいよ、落ち着いて。さあ、投票時間は2分間でございます。波動ボール回収始め。さあ、ここが最後ですので、皆さん、しっかりとね、ね、投げていきましょう。袋は入れないようにお願いします。お、茂木さんがすごい回収してるよ、ほら。あえて壇上から足見せながら行くっていうね。はいはいはい、まずは確実に残っている自分のチームから。自分のチーム、お、指名席から茂木さん来た。さあ、1分半切った。ありがとう。いいですよ。